フォンブリュッヒャー兄弟は第二次世界大戦中の熾烈なクレタ島の戦いで1941年5月21日の数時間内に相次いで戦死したドイツ空軍の高下両兵部隊に所属する三人兄弟である。クレタ島で戦死した三人兄弟の長兄、ボルフ・バンググラーフ・フォンブリュッヒャー・フォンブリュッヒャー兄弟はドイツ人の死の中でも取り分けて知られている。 彼らの祖先は有名なプロイセンの元帥であり、ワーテルローの戦いで活躍した、ゲプハルト・レベレヒト・フォンブリュッヘルであった。1941年5月のその温暖な日に、最初に命を落としたのは、下の弟ハンス・ヨアヒム・グラーフ・フォンブリュッヘーであった。ハンス・ヨアヒムは、イギリス陸軍のブラックウォッチ部隊に、包囲されていた長兄のボルフガング・フォンブリュッヘー中尉と、 その正体への弾薬の補給に向かおうとしていた。その日の早朝に、地震初の実戦参加となる、降下部隊の第二波として、クレタ島に投入された17歳のハンス・ヨアヒムは、挑発した馬で、イギリス軍の戦線を駆け抜けようとした。巧みな乗馬術により、兄の元へほぼたどり着こうとした矢先、兄、ボルフガングの眼前で撃たれた。第一波として、クレタ島に降下して、 脱出の望みの薄い包囲網に囲まれた24歳の招待指揮官ボルフガングと第1、高下領兵連隊所属のその部下達は、ついに弾薬が尽きた。招待の残存兵員は、イギリス軍の装甲車両に蹂躙され、昼頃には戦死した。ボルフガングの真ん中の弟で19歳のレベレヒとグラーフ・フォンブリュッヒャーも、第2派として、クレタ島に降下していた。 同じ日にレベレヒトも戦闘中に戦死したと言われているが、その遺体は発見されていない。フォン・ブルーチャー兄弟のための訃報、ドイツの新聞、6月1941、1924年に、夫を亡くしか婦となっていた兄弟の母親ゲルトルュと、フォン・ノルトハイムは、4週間後に4人の息子のうち3人が、クレタ島の戦いで同じ日に戦死したという報を、受け取った。 4番目の息子、アドルフ・グラーフ・フォン・ブジュッヒャーは、軍務から外され、領地の農場を管理するために、ドイツ海軍を退役した。悲劇的なことにアドルフは、1944年に、メクレンブルクの壮大な森の中で、大勢の狩猟団と共に鹿を追っている最中に追った、重装により死亡した。1974年に、ボルフガングとハンス・ヨアヒムは、クレタ島マレメにある、 飛行上流の丘に立つドイツ軍人墓地内の一つの墓に一緒に埋葬し直された。ここは兄弟のアネゲルトルートフライフラウホンテテルホートとドイツから大勢の来賓を迎えて10月6日に新たに解消された墓地であった。レベレヒトの遺体は回収されないか身元確認が不明だったために、その名は兄弟の墓の近くの無名の戦死者の墓の名誉名板に刻まれた。 ゲルトルートの息子たちは、彼女の兄弟の名前を受け継いでいる。何年も後になりクレタ人の村人たちが若き、高下領兵、ハンスヨアヒムグラーフ・フォンブリュッヒャが撃たれた、場所近辺の道で夜に馬を早く駆けさせる幽霊の騎手を目撃したと報告した。しかし、ドイツ人のブルフィヒャ兄弟の話を聞くまでは、村人たちは、幽霊の騎手が、イギリス人だと思い込んでいた。 若きブルッヒャー兄弟のクレタ島での悲劇的な運命は現代のドイツ連邦軍の高下領兵の新兵の間で伝説となっている。ありがとうございます。